坂木原激剣会えず、先駆け採用しとしし激剣工業は、明治初期に剣術の試合を見せ物として行った工業である。剣術内出剣道の歴史上、明治新規という、あらゆる物事に対する企業方変が短期間に何度も、極端に入れ替わった特殊な世相を背景に、発生成立したもので、短期間ではあったがその技と文化の継承に影響した。 明治維新による改革によって生活は困窮していったものがいた。特に西洋軍政の導入によって活躍の場を失った剣術指導を行っていた者は以前の職務を生活の糧に展示させる術がなく深刻なものがあった。これを憂えた旧江戸幕府の公部署剣術教授法であった坂木原鍵義は相撲工業を参考にして剣術を工業として その木戸銭で収入を得させることを公案、東京府知事、大久保一王もこれに賛同して、1873年4月から10日間、東京浅草の左衛門の菓子にて、初めての激変工業を行った。来客は満員御礼を超えた。土俵のような、試合場に派手な衣装の選手が、東西に分かれ、呼び出し、行事、見分役を設けた。や、 剣部なども登場した。劇剣工業は、物珍しさからブームになり、番付や、西木へも売り出された。これに刺激された二代目、斎藤役郎、千葉藤一郎、千葉の種、島村伊佐夫、渡辺楽之助など、他の剣術家も争って、劇剣会を結成し、劇剣工業を催した。その数は、東京府内で37箇所に上り、名古屋、久留米 大阪など全国各地に広まった。しかし、工業の乱立によって質が低下して、さらに、勝敗の判定が素人にはわかりにくく、ブームは短期間で終わった。また、政治運動の演説会の人集めのために開かれる、工業も現れたため、いくかの県で、激変工業は禁止された。1877年頃に復活し始めたが、1879年、 警視庁に激剣世話係を創設され巡査の激剣稽古が奨励されるようになると、激剣工業の見学たちは警察に登用された。実力のある見学を警察に引き抜かれた激剣会は工業的魅力がなくなった。このため、激剣会はこの頃から団体で各地を回りながら、その土地の警察署で稽古し、工業を行うといった一種の団体武者修行のような、 ものに変質していった。肯定的側面もあれば、否定的側面もあり、その評価は難しい。否定的側面としては、剣術の見せ物化として、剣の道を低く見るという批判や、客寄せのための派手な動作や異様な掛け声などが、その後の剣道に悪影響を及ぼしたとする見方がある。一方、肯定的側面としては、 難しい時代において剣術の名脈を保ったものと評価されている。高野佑ロ郎は次のように評している。坂木原など一口に悪く言うのは間違っている。彼は非常に剣道の推備したのを憂れていた。明治9年配当令が出てから剣道は非常に推備した。この時に初めて激剣工業を始めたのです。これは一概に悪口は言えないので、 こうでもしなければ、あるいは剣道が滅びてしまったかもしれません。坂木原のやり方は実にうまいもので、人々の環境をそそったり、好奇心を引くような実にうまいやり方をやったものです。形を使うところなどは、真剣でもやりました。その後、当時の三島警視総監が、剣道のできるものは、直ちに巡査に無条件で採用した。また、 激剣工業の悪影響を受けているとされる引き上げについて、最年間における渡辺昇と海江田信義との異種試合を例として、次のように表している。有名な維新の志士、渡辺昇志尺と海江田信義志尺との四尺五寸の流し内に、なぎなたの対戦でありました。渡辺志尺は大冗談に振りかぶり、なぎなたを持った海江田志尺の小手に、 ものの見事に内を入れて立派に極まりました。そこで当時の流行であった工業堅実の名残とでも申しますか、片手を離して左手に市内を高く掲げ、固定といって引き上げというのを行いました。ところが一方の海江田施設はとみると万面酒を注ぎ、後を向いて引き上げていく渡辺施設の後を追っていきます。そして近づくや、 やにわになぎなたを振って、ビンターと叫ぶと同時に、渡辺支石の横面を、いやーというほど叩きました。渡辺支石は、この不意打ちには、一興を起死したのでしょう。こら、無礼するなと大声一括を報いました。海江田磁石は、何が無礼か。無礼はおはんじ者。敵を切って、後を向くという法があるか。この海江田は、 腕の一本くらいでは決して死にはせぬぞと言いました。当時の海江田死者は沖縄県知事を辞めて帰ったばかりの頃であったから、呆れ帰った渡辺死者は、さてさて、知事さんとは良いもんじゃ。わがままできて良いもんじゃと言いました。これらは他の人たちがやったのなら困りますが、この辺の方々は無理がなく。 誠に余裕とシャレが大いしていて、今でも当時が懐かしく思い出されます。ありがとうございます。